アロハチャーチンこと佐野千秋です、今日はこの音楽に乗せて二の腕の体操筋トレをしていきたいと思います。音楽に乗せて座ってでもできるので、ぜひ皆様今見ながら一緒にやってみてください。よいしょ。待って、あと何分？ラスト思いっきり。ダーン。これね、すごい地味にただ音楽やってこうやってやってるだけなんだけど、めちゃめちゃ二度で疲れるから。今一緒にやってくれた人二の腕疲れたよね。ちょっと最後なんかぐちゃぐちゃになっちゃったけど、まあ、ぜひねこう一緒にニコニコしながら音楽に合わせて腕を振ってみてください。で、振る時のポイントなんですけど、まあちょっと終わった後に言うのもなんなんだけど、振る時のポイントはこうやって上げるよりも肘、ほぼ肘を固定してこう上げていく方が二の腕に効いてる気がします。なんで横にやるときも肘を一回一回曲げるんじゃなくて、こう肘を起点にしてこうブン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 振り回した方が腕に、二の腕に効く気がするので、ぜひ皆様もやってみてください。一緒にやった人お疲れ様でした。なんなら二の腕ブルブル疲れました。まあ、疲れた後はねこうやってちゃんと乳酸抜いてあげて、明日筋肉痛を味わってください。見てただけの人、次は一緒にやってね。では今日の動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバーイ。